1989年、平成元年の年に出生率が 1.57 になった。1.57 というのは、日の絵馬の年よりもさらに下がった。この時は、さすがに政治家も、マスコミも、社会も、このまま行ったら日本はどうなってしまうだろう。そういう危惧を抱いて、日本の国立の社会保障、人口問題研究所が、このままもし 1.45 の出生率でずっと続いたら、日本はどうなってしまうかという数値を示しました。この数値を見て、いわゆる 1.57 ショック。日本人が大変なショックを受けた。1.45 でこのまま続くと、西暦の3000年には、日本人は絶滅してしまう。ほぼいなくなってしまう。もちろん足立区民だっていなくなるわけです。そういうことで大変な騒ぎになって、例えば政治もですね、エンゼルプラン、第一次エンゼルプラン、その後には第二次エンゼルプランということで、子供をどうするか。子供をたくさん産んでもらうにはどうしたらいいかということを、国も地方自治体を挙げて努力をしてきた。ところがこの努力が、あっという間に一年ちょっとで終わってしまった。国会議員の中に、子供を少しでもたくさん産んでほしい。最低3人は産んでほしい。こういう発言をした国会議員がいると、女性蔑視だ。国が産むか産まないかまで関与するのか。子供を産むか産まないかは女性の権利なんだ。めちゃくちゃに叩かれてしまって、もうそれ以降、誰も子供を産んでくれって言わなくなってしまいました。その結果がどうなったか、皆さん方、十分にお考えをいただきたいのです。最近は 1.45 でもゼロになるんですよ。千年すると。ところが最近は、足立区は 1.2 から 1.3、少し超える程度。一番悪い時には 1.22 です。国だって一番悪い時には、1.29 という驚くべき出生率を示すようになりました。1.45 で1000年で日本人がいなくなってしまう。1.22 だったら一体どうなってしまうのか。去年の日本の人口減少率は新聞等に出ておりましたから皆さん方もよくご存知だとは思いますけれども、驚くことに1年間で51万人減りました。1年間で51万人減った。これは11年ずっと続けて減ってきてる。まだこれからも減ります。51万人1年で減ると、250年で1億2750万減ります。今の日本の人口とやや同じです。1億2750万が、今のまま51万人減った、今のまま続いたとしても減ってしまう。まさに日本人は絶滅種族だ。人間は植物だとか動物、絶滅危惧種として保護して何とか増やそうと努力してるじゃないですか。日本人はやらないんですか？今の学識経験者等の話によると、もう今更遅いんじゃないのか。1.2 台に出生率が落ちたということは、これから子供を産んでくれる女性の数がうんと減っちゃったわけですから。もう今更何やったって遅いと言っている学者もいます。しかし皆さん、考えてください。私たちは政治を今やっているのは、将来の足立区民がもっと幸せに暮らせるように、将来の日本人が今よりももっと豊かになれるようにということで政治をやっているんじゃないですか。執行機関の皆さん方も日本人はいなくなってもいいんだ、足立区民はいなくなってしまってもいいんだと思いながら行政
行っているはずがない。しかも加えてですね、性の多様化だとか、LGBT と言われて、性の自由を尊重しようという地方自治体があちこちに今生まれつつある。私は人間の生き方ですから、本人の生き方に対して干渉しようとは思いません。L であろうと G であろうと、本人の生き方に干渉しようとは思いませんけれども考えてください。こんなことはありえないことですけれども、日本人が全部 L、日本人が男は全部 G、次の世代生まれますか？一人も生まれないんですよ。千年とか200年じゃない。次の世代にを担う子供たちが一人も生まれない。本当にこんなことでいいんだろうか。私たちは人間も動物の一種ですから、何としても子孫をの繁栄というものを基本にしてものを考えなきゃいけない。子孫はどうなってもいいんだという考え方。今後日本も足立区もどうなってもいいんだという考え方に立ってものを考えるわけにはいかない。そこで二つばかりこの問題に絡んでお伺いをいたしますけれども、足立区の第一回定例会で当時我が党の政調会長であった多田議員が質問をいたしました。この質問に答えて指名されてないんですよ、副区長。あなたは指名されてない。多田議員が副区長どうですかって聞いたんなら副区長手を挙げてもいいですよ。そんなこと何も聞いてない。副区長は熱心に手を挙げて、足立区の出生率の目標は 1.4 だって言ったの。1.4。1.4 を目標にしてこれからの政治をやりたい。1.45 でいなくなっちゃうんですよ。1.4 はさらに低い数字です。副区長、あなたは足立区の行政の中では2番手の、近藤区長に次いで2番手の立場にある人です。この人が、足立区に区民が一人もいなくなってしまう数字を目標にする。こんなこと許されていいんですか？先ほども言いましたように、日本全体の出生率だって 1.3 から 1.4 の下の方です。それでも我が党の政府は、確かに現実は出生率低いけれども、日本の今後を考えたときに出生率が低いということは、生産労働人口が減るということです。税金を納めてくれる人たちがどんどん減っていく。そして日本人がいなくなったんでは困るから。国は難しい目標だとは言いながら、出生率 1.8 を目標にしてるんですよ。このことについてはマスコミ等で副区長はよくご存知だというふうに思います。1.8 だからといって減ないわけじゃないんですよ。減るんですよ。今の人口をずっと維持していくためには 2.08 がなければ人口は絶対減少していくんです。それでも 1.8 ならば1000年じゃなくて2000年、3000年先まで伸びるかもしれない。この間にいろいろと手を打って日本の安全で安心、経済が発展している、経済が豊かだ。この日本を守っていくためには 1.8 は必要だ。難しい目標かもしれないけれども、1.8 を目標にして、我が自由民主党と公明党の連立政権は全力で努力をしたい。そう言っている矢先に、私の足元の足立区の副区長が 1.4 でいいんですよ。足立区は 1.4 を目標にしてますよ。こんなことをもし言って、行政が行われていくとしたら、あなた一体何考えてそこに座ってるの？区民なんかいなくていいんならそこに座る理由なんか何もない。
このことについては、担当部長に答えさせずに、あなたは積極的に手を挙げてそう言ったんだから、あなたの言葉で答えてください。なんで 1.4 でいいと言ったのか。確かに難しい目標です。大変と難しい目標。難しいから逃げるんですか？これ難しいからやんないよ。そんならいくらでもやんなくていいことある。いくら難しくても目標は高いところに掲げて、その目標に向かって努力するのが政治家じゃないですか。その目標に向かって努力するのは少なくとも、区長、副区長を含めた足立区の管理職の責任じゃないですか。このことについては、副区長の言葉で答えてください。他の人の答弁は言いませんから。もう一つ、これは教育長にお伺いしたいんですが、先ほど取り上げた LGBT の問題。まあ、B と T については、これは生まれつきのこともありますから、必ずしも、ここでいろんなことを言うべきことではないのかもしれません。でも L、レズと G、ゲイについてだけは、もしこれが足立区に完全に広がってしまったら、足立区いなくなっちゃうのはもう100年とか200年の先じゃ話じゃない。私たちの子供は一人も生まれないってことですから。もう次の時代、30年後か40年後にいなくなっちゃう。そのことを考えたときに、性の多様性とか性を尊重する、そのことはわかります。そのことはわかりますけれども、これを学校教育の中で取り上げたときには、普通の結婚をして、普通に子供を産んで、普通に子供を育てることが、いかに人間にとって大切なことであるか。また育てている間は大変ですよ。私も3人育てましたけれども、それは大変です。大変だけれども、今になって思うと、その子供たちに孫ができて、孫の一番上にはひ孫をできました。そういう状況を見ていると、ああ、子供を産んでよかったなぁと、私は今思います。育てるときは確かに大変かもしれないけれども、後で振り返ってみたときに、子供を産んでよかったな、子供を育てて本当によかったな、ひ孫まだ2歳ですからちっちゃいですよ。もう少しすると3歳になりますけれども、この子供の顔を見ていると、この子供たちのために、この孫やひ孫たちのために、この足立区は絶対守っていくんだ。改めてそういう考えが生じますけれども、教育長、子供を産んで、子供を育てることは経済的、社会的にも大変かもしれないけれども、本当に素晴らしいことなんだ。本当に楽しいことなんだ。そのことを教育の場で子供たちにしっかり教えないと。いや、L だって G だって法律で守られてるじゃないかなんていうような話になったんでは、足立区は滅んでしまう。そのことをよく考えて、その教育の中で、この問題をどう取り上げていくのかについてご答弁をいただきたいと思います。まあ、この問題ずっと言ってると30分全部時間かかっちゃいますから、とりあえずまだ1枚目終わってませんので、1枚目の最後の方に入りますが、